皆さんこんばんは。こんばんは。時刻は19時になりました。愛知県東海市にあるメディアス FM から生放送、リモート生放送でお届けします。ビートアラウンド834サテライトフラッシュ。毎週火曜日の担当は BMK でございます。本日は BMK からテーマカラーピンク色、ミカちゃんことミスミカズキと赤色やっております松岡健之介です。よろしくお願いします。さあ久しぶりに2人で担当させてもらいます、はい、よろしくお願いします。お願いします。というのも、まあ、ここ最近ですね、この時間 BMK から、まあ、普段だと2人で出演することが多いんですけど、はい、まあ、1人で担当することが多かったんですが、今日お久しぶりに2人で担当ということで。もうずっと1人だった。ずっと1人だった。俺1人でやったことないんだよね。でしょ。そう、ずっとここ1ヶ月ぐらい一人だったんですよ。ただですね、今日は2人でお届けするプラスアルファ、はい、松岡君、はい、お久しぶりでございます。お久しぶりです。というのもね、今舞台出演中でございまして、はい、まあ絶賛本番期間中。そうですね、本番の合間、合間なんで、東京公演が終わって、はい、次大阪公演まで時間があるタイミングで、はい、メディアセフ何ヶ月ぶりですか。1月かな、本当初回の方に。2ヶ月弱だ。期間の中で一回始まった時以来の参加ですし、お久しぶりでございます。だからメンバーと会うのも、そうだよね。一ヶ月半ぶりぐらい。ブリブリ。現地でそこを拾わ出すね。そこ拾わなくて。いきなり出すね。そこ。そう、一ヶ月半近くぶりだったから。はいはいはい。やっぱ会いたかったですよ。いやそうだよね。いろいろね。ミカちゃんに会いたかったよ。積もる話もたくさんしてね。ミカちゃんにずっと会いたいなって思ってたんで。嬉しいことですよ。本当に、こう最近は特に、うん、ようやくミカちゃんに会えて。嬉しいですよ。ちなみにさ、その、まあ、台本、まあまあ、舞台だからちょっと言い方悪いけどさ、はいはい、その台本、うん、いただいたセリフを覚えて、はい、その発することがさ、お前の仕事な、はい、わけじゃない、うん、フリートークとかすることあった。いやだから一回だけその声優さんと、はいはいはい、この俳優陣でクロストークみたいなのは番組であって、はいはいはい、それは結構お話いろいろしたんですけど、うん、本当それ以外はまあラジオとかも全然なかったし、そうだね、ないよね。1ヶ月以上やってないし。どうですか、フリートークの方、自信のほどは。いや、どうだろう。でも、いや、でもなんか確実に、ちょっとかつ、うん、なんか、うまく喋れつ、あそうだね、うまく喋れてなさそうな感じ、ね。だからちょっとまあ、リハビリというか。はいはいはい。もうやめろよ、お前、本番リハビリするんじゃねえ。生放送。まあでも、ここ、やっぱ今日は安心安全のミカちゃんが。はい。やっぱいてくれてるから。安全運転でお届け。今日一人とかだったらやばかったけど、はい、あの三角くんが、はい、もう今時の人三角くんが、やっぱり一緒にやってくれてるんで、だから今日は心強いというか安心ですし、うん、まあ楽しく30分間お届けできたらと思います。まあ大船に乗ったつもりで。はい、よろしくお願いします。はい、まあ皆さんもね、まあケンパ久しぶりなんで、はい、このケンパに対する、ここ1ヶ月、2ヶ月ぶりのラジオですから、うん、お便りでも構いませんし、うん、まあ、普通のね、お便りでも構いませんし、うん、本日のメッセージテーマが、一番最初の部活、仕事、こちらでございます。はい、ぜひ、皆さんの一番最初の部活、仕事、エピソード何かあれば、はい、こんな部活でした、こんな大変なことがありましたとかね、逆に楽しかったことがありましたなんか、あったら送っていただきたいなと思います。はい、メッセージね、ホームページの方からも送れますし、そうだね、アプリからもね、はい、この番組聞くことできますので、どしどしお願いします。ぜひお待ちしております。放送中、この後30分続きますんで、はい、30分の間に送っていただいたら読ませていただきます。ぜひお待ちしております。さあ、それでは、早速、まずはこの曲から始めていきましょう。BMK でモンスターフライト。時刻は19時7分です。愛知県東海市にあるメディアス FM からリモート生放送でお届けしているビートアラウンド834サテライトフラッシュ。はい、今夜の担当は BMK からミスミカズキと松岡健之介がお届けします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、早速、この時間はね、皆さんからいただいたお便り、メッセージ、読んでいきたいと思います。はい、今日のメッセージテーマが一番最初の部活、仕事ということで。いいね。早速紹介させてもらいます。はい、ラジオネームジャージーさんからいただきました。はい、ミカちゃん、ケンパちゃん、こんばんは。こんばんは。私にとって一番最初の仕事は試験官のアルバイトです、はい、試験があるその日だけでしたが、朝早いこと以外は特別何か覚えたり技術が必要なこともなく、1日1万円と割のいいアルバイトでした。替え玉受験していないか、受験票の写真と、本人を見比べる決まりがあったんですが、その日限りのアルバイトにそんなこと決められるはずもなく、今思うとかなり謎です、はいはい、お二人はアルバイトの思い出ありますか。あ、試験官ってそういうことか。試験のあれか、あれですよ、試験官とか。もうアルバイトか。違う、何をする人やろうと思ったけど、テストを見る人や。そう、テストやってる時に教団の前でバイトさんいるんだ。いるよね。逆結構卒業生とかで、うん、
その大学受かってみたいな、そうなん戻ってきて試験官やることが多いって聞くね。だ。バイトの思い出、俺らはだってアルね、バイトしたこしたとこなといないかですから、ありがたいというか、らね。その、ね、嬉しいかわかんないけ出ど、てこないですね、言葉が今日。ないね。え、ある？なんかしてみたいと。してみたいこか。れはちょっと経験してみたいなとか、飲食店アルバイトしてみたいね。居酒屋さんと居か。酒屋さんとか、あとまあ、ファストフードとか。結構忙しいイメージがあるじゃない。なんか、一回揉まれてみたいな、みたいな。でもマジ、こぼしたりとかしたら最い悪や、やで。最悪だよね。我々こぼすやな。美香ちゃんとかなんか変な足引っかかったりとか、他のテーブルでちょっと足伸ばしてる人とかいたら、なんか引っかかってとかなりそうやな。よくアニメとか漫画で見るの、頭からお客さんにかぶすあ、ね。そう、あ、ごめんなさい。ごめんなさい。吹きますとか言ってそうだけど。ケンパなんかありますか？なんだやっろてみたいアルバイトでいいや。う。でもまあコンビニかな。コンビニ？なんで？ちなみに、日中か夜間かどっち？でも、日あ、そうなんだ。中、普通の時間帯がいいな。なんで？なんかいろんな人とさ、なんか人間観察好きだからさ。まあ別に、その飲食店もできるけまあ、でど、きるけど、コンビニの方がね。なんかいろんな人、まあ、あんまなんか怖い人が多そうな土地は避けたいけど、のびのびとなんかやってるコンビニに、行っちょっとて。行きたい、ね。のびのびとやってるコンビニって何？ だからまあそのレジ誰もいなくても別に怒んない人とかがいっぱいいるような、ああもうお待たせしましたみたいな、よくないコンビニですさね。せんとか言う人いるやん、いる。こんなんあ、ね、呼そうびそう、リすずリね。リリ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 リ
んびりとしたところでアルバイトです、うん、まあいいことですね。楽しそう。さあでは続きまして、はい、じゃあ僕読みます。ラジオネームちくわさんからいただきました。みかちゃん、けんぱくん、こんばんは。私が初めて入った部活は小学校の鼓笛部です、はい、楽器はトランペットでした。トランペットです。なんでその部活を選んだのかはあんまり覚えてなくて、姉が入っているからなんとなくぐらいの気持ちだったような気もします、うん、ずっとエレクトーンも習っていたのですが、トランペットもエレクトーンも小学校卒業のタイミングでやめてしまいました。エレクトーンに関しては練習をサボってばっかりだったことを反省しています。久しぶりにリコーダー吹きたいな。今やりたい楽器や思い出の楽器はありますか。ちょっと待って、ごめんね、ありがとう。結構ね長文であのお便り送ってくれてありがとうございます、うん、なんかエレクトーンとかね、いろいろトランペットとか、うん、ね、やってました。でエピソードもでも小学校のタイミングでやめちゃった、うん、ね、な並べてくれて、エピソード並べてくれて、最後に、うん、久しぶりにリコーダーなんだ吹きたいの。いやそれいいやろ。なんこの長ボケしてない、別にその大振りしたわけじゃない。いや大振りでしょこれ。最後落としに来たわけ。ごめんねちこさん、大真面目だったらごめん。これもう大振りじゃない。大真面目だって。大真面目なんだ。トランペット。いやいや、トランペットエレクトーン来たらトランペットかエレクトーンやと思う。やりたいなって思ったよ、うん。久しぶりにリコーダー吹きたい。まあ小学校といえばリコーダーみたいなところあるしね。懐かしい。なんか海香ちゃんなんかさギター買ったよね。買った買った。でそれって言ってんの？言ってる。で披露したことはない。ないしたね。触ってない、なんなら。触ったことはある、なんでやめたん？やっぱさ、日中にしか練習できないじゃない。夜だとさ、そのご近所迷惑になるしさ、そうなの。近隣ね。で、まあ、夜のさ、線引きって曖昧だけど、なんとなくその9時超えたらさ、もうなんか触っちゃダメかなみたいな雰囲気あるやん。はいはい、朝早い人もいるだろうし、うん。で、なってくるとさ、我々日中家いないやん。うん、無理やん。まあそうか、おのずと遠のいてしまうってところありますね。でもなんかまあその弾けなかったとしてもさ、うん、指だけちょっと練習するとか、はい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 、あれだけ覚えて、うん、それを弾くとかでできる、そうだね、ことはいっぱいあるよ。やっぱ久しぶりにリコーダー吹きたいな。かぶせてくんな。リコーダー、うん、そうだね。まあけどやんなきゃいけないんだけどさ、どうしてもなんかね、その本当に好きじゃないとさ続けられないというかさ、うん、難しい。ケンパも結構昔楽器やってたタイプじゃないですか。はい。何やってたっけ？僕ピアノやってましたよ。ピアノやってましたよね。どうですか？身になりましたか？ピアノは。いや、やっぱり、ちょっと弾けるし、うん。まだ多少ね。あ、楽譜読めるんだっけ？楽譜は、まあ読もうと思えば。読もう。でも、弾きながらは読めない。ああ、なるほどね。俺はもうアンプして、うん。全部弾いて。もうだ指で覚える。そうそうそう、流れで覚えてやってたから。だからこそなんかなんとなく覚えてるやつとかあるから、はい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 、結構ギャップというか、うん、俺合唱、まあ実績もあるしね。どんな実績ですか？
中学校うん。2年間うん。合唱コンクールでピアノ弾いてました。けど、それ結構すごいよね。はい。なんか、勝手な偏見だけどさ、やっぱどうしたって女の子の方がさ、そ割合多かったりするじゃう。ない。うん。でもなんか、だから俺だけだったよ、男性。そうだよ中2ね。とか。多分そ大変だったけどね。う。まあ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 。し全かくも、練習してないで、うん。自由曲と課題曲に分かれてるやん。うん。俺自由曲だったんだけはいど、はい。全然練習してなかったから、うん。その課題曲を弾く女の子が、ずっと練習では弾いてくれてたの。へえ。でも、その子がなんかいきなり泣き出して、なんか、本当に俺にやらせるのかどうかみたいな。ので、一回俺廊下出て行って、投票みたいな。本当に俺でいいのかどうかみたいな。何その酷な投票 でも、それで、いや、まあ、本当さすがにまずいと思っ うて、ん。練習してなんとかやった。なるほどね。まあまあまあ、いろんなエピソードありますね。そんな中で、続きまして、ラジオネーム、魚のマークさんからいただきました。はい。聞いてください。私の最初のお仕事が、現在も続けている栄養士で、子供たちに給食を作っているんですが、先日、直接子供たちが給食を食べている教室を見に行く時間があり、その時に子供たちから、給食超おいしい、おかわりしたよ、と、すごく嬉しそうに話しかけてくれました。私はそれが涙が出るほど嬉しくて、続けててよかったな、このお仕事にやりがいを感じられたな、としみじみ思いました。お二人の、BMK をやっていてよかったと思う瞬間はどんな時ですか？はい。うわ、結構いい話じゃないですか。いいよね。嬉しい。直接こうやってね、やっぱ栄養士さんってさ、結構何？その給食室みたいなところでさ、こもってさ、その給食作るわけじゃない。なかなか子供たちから直接声いただけることってないから、嬉しいしかもね。子供ってやっぱ正い直や、じゃん。そう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 。だからその本当に多分美味しくなかったら美味しくないとかっていうのも平気残でしてるそうし言えたりすね。るから、その子たちが美味しいとかおかわりしたよって言ってくれるっていうのは、うん。そのね。純粋に嬉しいんちゃう。ね。しかも栄養バランスのいい食事ということで。あります、やっててよかったなって、BMK。なんだろうな。いろんな活動してきたし、いろんなことあったじゃん。あった。あ、け劇団ど、的にも。ライブが、何？その、まあ、お客さんがさ、ファンの人が楽しんでくれるのはさ、ステージ上からでも見えるじゃん。で、まあ、基本、何？我々がさ、ありがたいことに、どんな内容のライブをやってもさ、結構ふざけたことをやったり、がっちりライブしたりしたとしても、喜んでくれるわけじゃない。の中で、自分も楽しかったなって感じられたときは、ああ、嬉しい瞬間ですね。なるほどそね。の、あ、今日いいライブできたわ。まあ、少なからずさ、ああ、しまった、あそこをこうしとけばよかった、みたいな時もあるじゃん。てか、そういう時の方が多いじゃない。の中で、ああ、今日はいいライブができたって思えたときは、より一層嬉しいかな。結構多い、そういう瞬間。最近多いですね。あ、いいやん。ここ2、3年ぐらい。お、もう、だいぶ調子よく、はい。いいライブできてるなっはていい。う。たままあ、にあるんです確かけど、いや、ちょっと今日みたいな日。に。ある、最近あるも。あるまあまあ、それはある。ね、それうん。結構俺らもライブやらせてもらってるかね、らやっさ。ぱ本数があればあるほど。やっ確かぱあに。ります、逆になんか。やっててよかったな。まあでもなんか、そうだな。まあ、その応援してくれてるファンのみんなが、なんだろうな。まあ、その BMK でももちろんだし、俺個人でももちろんだけど、なんかに、その、胸を張ってるみたいな。誇ってる。応援してよかったって思ってる瞬間を見た時とかは、やっぱやっててよかったなって思いますよね。なるほどね。ここあるよね。それこそケンパはさ、最近立て続けに舞台出演そうばっだね。あかりりがかあたるじゃん。い話ですけども、そういうのでファンの子たちそうがだよね。喜んでる瞬間とか見たら、やっててよかった、頑張ってきてよかったなっていういいですね。の思いますね。いいこと言うじゃないですか。で、ごめんなさい、ケンパさん。やっぱ、なんですかね、その、久しぶりじゃないですか、PMK。いや、久しぶりですよ。ねえ、ここまでもう、次、楽曲流したらエンディングなんですけど、一つだけいいですか、ずっと思ってたこと。声量落ちました。ラジオの時の。その、なんか、やっぱ2.5次元の舞台に出ると、その、いかっこつけちゃやいや、うのかなと関思っ係て。ない、関係。明らか声量落ちてんだよ。関係ない、関係ない。いや、あれか、その、歌、毎日さ、その25公演あったわけじゃない、東京公演が。喉疲れちゃってるのかね。明らかに、もうずっとオープニングから思ってたんだけど、やばいっすよ、それ。今の BMK 入ってくると。まずい。その声量じゃ書き消消さされますよ。る？ちょっと、それはまずい。だから、徐々に、やっぱギア上げていかないと、そのギターとかもやっぱチューニングするよ。今、チューニング時期そうなんそうだ。そう、今だから、一個ずつチまあ、ューそうニだね。ング。おととい公演終わったばっかりだしね。そう。また、ちょっと BMK のケンパさん取り戻してくだずっさい。と思ってた？もうずっと思ってた。その18分間。おもろ。いつ言おうかなって思って、今だと思って。
ありがとう。もしかしたらね、エンディング爆発してるかもしれませんので、はい、引き続きお楽しみください。それでは一曲聴いていただきましょう。BMK で Feel。ビートアランド834サテライトフラッシュ BMK のミスミカズキと松岡健之介がお送りしてきましたが、まもなくお別れの時間です。さあ、早いものでね、早あっという間だ ね30分ってあっという間だよね、うん、で悲しいことにね、はい、まあ悲しい、まあ、悲しい、ありがたい、ありがたい、この3ヶ月お世話になりましたけど、はい、次回がこの今期 BMK が最後ということで、そうだから前回のさ3ヶ月も僕ら担当して、そうなんです、だから計6ヶ月半年間、うん、やらせてもらってたわけだ。初だね。その今までたくさんお世話になってきたけど、連続でお世話になったことなかったんで。そうだね。6ヶ月たっぷり毎週ね、お届けさせてもらって。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そんなことでちょっとね、悲しいですが、まだまだ BMK 活動をたくさんしていきますので、はい、お知らせさせていただきますと、3月の27日に、はい、ライブブルーデイ発売します。ありがとうございます。こちら去年の夏に行ったビレッジホール、金山にありますビレッジホールでの単独ライブの模様が収録されてまして、はい、本編が、120分入ってて、はい、そこにプラスで、コント映像、はい、で、メイキングと、はい、ボリューム、満点の1枚になっております。メイキングも結構さ量多くなかった。30分ありますメイキングが。プリですね。プリ丸1日楽しめるブルーレイが3月27日に発売です、はい、そして、1ヶ月後4月27日に、今ね言った金山にありますビレッジホールで単独ライブを行います、はい、こちらメンバーの中原颯太が、卒業する公演ということで、はい、5人で行う、メンバー5人いるんですけど、5人で行う最後のライブになります、はい、チケットね、チケットのね、ファンクラブ抽選とかも始まってたり、うん、後々一般販売も始まりますので、ぜひ4月27日予定開けて遊びに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。詳しくは BMK の公式ホームページ SNS チェックしてください、はい、さあということでお時間許す限り、メッセージ読んでいきたいと思います。ラジオネーム七谷さんからいただきました、はい、こんばんは。うちは父親が草野球をやっていたので、私も小さい頃から試合を見に行ったりと影響を受けて、小学校では野球部はなかったのでソフトボール部に入りました、うん、お二人は部活を選ぶときに影響を受けた人や漫画アニメはありますかと。はい、なんだろうな。ミカちゃんとかさ、うん、だって部活何部だっけ。中高とゴルフ部でしょ。結構珍しいやん。そうだね、部活の中では。それこそおじいちゃんの影響だね。あ、そう。おじいちゃんゴルフやってて、そのじゃあ入れってことで入ったんですけど、最初はねサッカー部が良くて、うん、それはなんか見たね。最近入部行ったんですよ、うん、稲妻イレブンとかさ入ってたし、小学校の時、はい、そうだね、やっぱ憧れあるじゃん、うん、で入ったんですけど、顧問の先生怖すぎて、速攻大丈夫ですって言ってやめた。やめた。体験だけして。体験だけして。体験は自由だから。ケンパはなんか影響を受けた。俺だからそれこそサッカー部、そっか、にも小学校からなんかクラブチームみたいな、うん、で中学、俺年中からやってんだけど、うん、だから俺はね、キャプテン翼、そうだよね、アニメをちっちゃい頃から好きで、まあ、親が好きだったっていうのもあって、うん、だからその翼くんがやってることとかを、はいはい、そのやりながらみたいな。あれでしょ、通学路ネットにさボール入れて伸びるやつ、うん、ボール蹴りながら小学校登校してたんでしょ。もうそんなんじゃないよ、なんなんドリブル。あ、ガチだ。うん、ガチ。もうドリブル、ランドセル背負ってドリブルして登校するっていう。すごい時代ですね。俺がやっぱ翼くんやってたんで。危ないんでいい子は真似しないでください、絶対。そうだね、今危ないですからね、はい、気をつけましょう、気をつけましょう、うん、ちゃんとね、公園とか、これも少なかったな、うん、車通りとか、はいはいはい、人も少ないようなとこだったんでできましたけど、校庭決して真似しないで、はい、よりは真似しないでください。さあということでね、お届けしてきましたが、もう最後ですよ。はい、さっきも言いましたが、来週が、はい、最後の放送になりますので、今週ね、メッセージたくさん送っていただいてありがとうございます。ありがとうございます。時間の都合上ね、読めなかった方もたくさんいるんですが、目を通させていただきました。読みます。ただ、来週もありますので、はい、ぜひメッセージ送っていただきたいなと思っております。はい、来週のメッセージテーマは、最後の晩餐。来ました。何食べたいということで。はい。まあ、最後。何度も言いますが、来週の放送が BMK 会としては最後ということで。はい。まあ、最後にかけまして、そうね、あとは来週はなんか食品サンプルみたいなのがありましたんで、はいはいはい、26日、まあ、その食品とちょっとかけてというか、はい、最後の晩餐何食べたいということで、はい、ぜひねお便りもたくさん送っていただけたらなと。よろしくお願いします。よろしくお願いします。来週は果たしてケンバ君出るんでしょうか。どうだろう。その時は声のボリュームが上がっているんでしょうか。全然上がってるだろう。どうなんでしょうか。今も十分上がってるだろう。いろんなことをね楽しみに来週も聞いていただければなと思います。はい、さあそれではこの後再び田中大輔さんのビートアラウンド834でお楽しみください。では来週のこの時間またお会いしましょう、はい、ここまでのお相手は BMK のミスミカズキと松岡健之介でした。最後はこの曲でお別れです。 BMK で午後10時のオンザロ